答え一つではないはず。全てを滅せ、命を食らう破滅の力、それこそ全て剣の行き着く先。違う、答えはそれだけではないはずだ。食べたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は逆巻く風のラシード。世界を旅する風のヒーローさ。若。ヒーローがなぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。わか。あれネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？戦いの中に答えはある。忘れたのか、お前の口癖じゃろう。ですが、このままではいずれ。戦いとは戦う相手を知り、己を知ること。一人で迷っていても何も知ることはできぬ。本当はお前も分かっておるはず。おーい気分が乗らないなら。分かった、戦おう。そう来なくちゃ。負けた。はあ、若。でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする。自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣、そうではない答えを俺が見つけるためには。いいぜ、付き合ってやるよ。来いよ竜。ああ、行くぞ。頼むか。ほうほう、やるじゃねえか。だが心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず戦ってこい。ああ。シャドウか。お前を探していた。
殺意の波動が人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということか。私と戦え、私は知らなければならない、この力の扱い方。俺も見極めたい、この先を。波動拳殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。